こんにちは、この動画を選んでいただいてありがとうございます。前回の動画で、デュプリケーターはまだ必要ないというお話もしたんですけども、やっぱり、枚数が多くなってくると、手間暇が大変なんですよね。入れ替えたりする手間暇が、なので、デュプリケーターを買いました。デュプリケーターを入れることによって入れ替えの手間がですね、もう半減以上ですね。今回導入したデュプリケーターは全部でドライブが11機ついてまして、1回に11枚焼けます。まあ、10回繰り返すと100枚、あっという間に100枚焼けてしまうので、すごい便利です。もう使ってみてですね、もう圧倒されましたね。まずパソコンが、まあ、占有されない。焼いてる間はですね、今まではパソコンが塞がってますので別の作業ができないということがありましたけども、やっぱりデュプリケーターを使うとパソコンが、まあ、開くので別の作業がすぐ進行できるという利点がですね、やはり魅力で、とうとう入れてしまいました。デュプリケーターをわからない人は、デュプリケーターって一体何という、デュプリケーターというのは簡単に言うと複製機です。コピーする機械ですね。何かを何にこうコピーするという機械なんですね。これは今回は僕はあの DVD とかブルーレイとか CD を、同じディスクを何枚も一気に1回の作業で何枚も作るんで、DVD ディスク用なんですけども、デュプリケーターの中にはハードディスクをコピーしたりSSD をコピーしたり、いろんなコピーする機械がデュプリケーター。写真でも同じですよね。例えば、デュープって言いますけども、フィルムからフィルムを複製したりとかですね、こういうのも、デュープ、デュプリという言い方もします。今回導入したデュプリケーターはパソコンと接続する必要がない機械です、タイプです。パソコンにつながないで、まあ、単体で動作するので、まあ、立ち上げて、まあ、ほんの数秒で起動して使うことができます。まあ、オプションとかですね、いろいろ入れ込むといろんな機能が搭載されたりとか使えたりもするんですけども、まあ、簡単に、ディスクを複製するだけなので、そんなにオプションっていうのはですね積んではいないんで、ただ、コピーするためにはまずマスターディスクという元の1枚のディスクを入れて、で一般的にはなんかこういろいろ調べてると、オンザフライ方式で、読み込みと書き込みを同時進行するというやり方があるんですけども、オンザフライ方式っていうのは読み込みながら書き込むので、ある程度のパソコンであればスペックが必要だったりとか、ちょっと遅かったりすると、機械が違ったりドライブが違ったりとかっていういろいろこうマッチングしない部分が出てくると、ミス焼きしたりとかですね、止まったり失敗したり、こういうことがですね、まあ、過去何度か経験があるので、僕は、どちらかというとこのオンザフライっていうのは普段でもあんまり使わないですね。なので、今回使っている導入した、デュプリケーターには、ハードディスクを、組み込んでもらって、でマスターディスク、元のディスクを一度入れて読み込んで記憶させておくんですよね、ハードディスクに。でそのハードディスクの溜め込んだやつを、一気にその11枚に焼き込むことができると。こっちの方がですね、まあ、読み込むのがハードディスクなんで、断然早いのでスムーズにいくので、書き込みもそんなにおそらく心配なく、一気にこう焼き込めるという、そういう感じになっているんですね。まあ、オンザフライ方式でも、悪くはないので、デュプリケーターの場合は一般的な作業がそのオンザフライということなので、特にあんまり今は問題ないと思いますね。ただ唯一一つ、言えるとすれば、1本のマスターディスクを入れて読み込む、
で一旦その一連の作業がまあ何百枚か焼いて終わると。でまた次のディスク、違うディスク、完成ディスクを入れて焼き込んで、またこういう繰り返しなんですけども、まあ、ある程度、日数が経って、この前のディスクの追加が来たという時はまた読み込ませてという方法もあるんですけども、僕はそれはどっちかというと嫌なので、ハードディスクに記録するタイプを選択しました。で、この液晶パネルで全て管理ができるので読み込む時間がですね、なくなります。読み込み時間もですね、 DVD の一層ディスクでだいたい10分フルで書き込まれたディスクでだいたいフルで10分ですね、読み込み10分二層でフルでもういっぱいいっぱい2時間くらいのやつでだいたい15分くらい、15分ちょっとですねの読み込み時間が必要とします。それを、省けることができます。ブルーレイもですね、データ量とかいろいろこうハイレゾとかですね、こう音響とかいろいろデータ量が多くなってくると、時間がまちまちなので、それでも、20分から、30分くらい、まあ、そんなにかかんないですかね、といういずれにしてもですね、読み込む時間を短縮できます。そういう意味でハードディスクを導入して、中にオプションで組み込んでいます。読み込みが始まってで書き込みディスクを入れまして、出てくると一斉に出てきます。一個一個出てくるんじゃなくて、全てのドライブの書き込みが終わった時点で一斉に開いてくれます。でもよく考えたらそうですよね、一枚一枚今までだったら焼き込み終わった順番に出てきて、で、以前はですね3連3つ連動したドライブがあって、一番上を出てきたで入れ替えてで引っ込めた、で今度はですね3番目が先に出てきたと、3番目が出てきて入れようかなと思った時に2番目が終わって出てくるとびっくりするんですよね。で、こうぶつかりそうになったりとか、思わずこの2番目を入れ替えて3番目やったりとかという、ちょっとこう出る順番がまちまちだということもあったんですけども、今回のデュプリケーターはですね一気に出てくるということで、まあすごい、まあ、1回転が時間計算できますよね。書き込みする時間も、一層のディスクであれば、まあ、フルで、まあ、1時間から1時間半くらいですね。一層 DVD の一層でだいたい15分から20分くらい、二層ディスクでだいたい2時間くらい入れて、1回焼き込むのにだいたい25分くらいかかります。なのでだいたい1時間で22枚焼けます。2時間で44枚ですよね。4時間で、まあ、88枚、まあ、3時間くらい、まあ、そんな数時間で100枚はあっという間に焼けてしまうと、こういう感じになっています。今回もですね、大量枚数、まあ、600枚くらい来たんですけども、1日で複製が終わってしまうということになりました。完成したディスクは、まあ、ラベル印刷をするんですけども、ラベル印刷はここに出てきます。ここの、エプソンの、印刷機 PP50 という機械を使って一気に印刷してしまいます。この PP50 も1回のディスクのセット枚数が約およそ50枚なので、50枚入れて、まあ、この繰り返しですよね、50枚も自動的に印刷してくれるという、こういう機械を使っています。この方がですね、枚数多く来た場合効率的にはすごいいいのかなと思っています。今までで、最短納期ですよね、600枚で、完成して確認してもらって OK が出て、まあ中1日はもらいますけどね、まあ、翌々日にはもう納品ができたと、こんなスピーディーな作業が可能になりました。まあ、何よりもですね、パソコンを占有しない、使わない、焼いてる間はパソコンで違う作業ができるっていうのが何よりの一番の特典だったと思います。
大量枚数焼く方がですねいらっしゃいましたら、このデュプリケーターをですね、使ってみてすごい便利なので、おすすめしたいと思います。メーカーもですねいろいろ出てるんですけども、使い方とかですね、まあ、趣味好み、いろいろ、まあ、用途に応じて、大体どこのメーカーさんもですね似たような感じだと思うんですけども、ただちょっと欲を言えばハードディスクが搭載できるタイプを選んだ方がいいのかなと思いました。こんな感じですね。今回はデュプリケーターをやっぱり導入しちゃったという、まあ、ご報告でもあります。野球もこれから始まるとですね、1回の注文枚数が大体50から100くらいは、1試合チームから依頼が来るので、まあ、研修が終わったらもう試合っていうのはですねやっぱり勝ち負けは、熱が冷めないうちにパッと納品しないといけないんで、まあ、何日何週間と時間を空けていられないので、まあ、次の試合があるまで、大体1週間後とかで、その試合の前に、まあ、納品しちゃうとか、そういう感じでもうポンポンこうトントン拍子でいかないと感動がですね冷めないうちに納品できると思います。この動画を見ていただいてですね、まあ、ちょっとでも良かったな、ためになったなと、参考になったなと思っていただけましたら、いいねボタン押していただけると大変励みになります。あと野球撮影に関しても、やっぱりですね僕らは業務用カメラ使うので、業務用カメラの場合はまた話が全く違って、そんなにこうみんな買える機会でもないんで、ほとんどが家庭用のビデオカメラ、家庭用のビデオカメラを使っていて、たまにですね間違った設定で撮影していたりとか、あと自分たちで撮った映像を、持ち込んでくる方もいらっしゃるんですね、まあ、試合編集してくれと。でそれを見た時にびっくりしたことがあって、その辺もですね、お話ししてみたいと思います。よく手ぶれ防止で、手で持って撮ったりとかいう方も中にはいらっしゃって、この前も何件か質問来てたんですけども、僕は、手ぶれ防止は使いません、手でも持ちません。この理由も含めて次回の動画でお話ししてみたいと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。